ブーコレオン宮殿とは、東ローマ帝国の首都、コンスタンティノープルに存在した宮殿。現在は、イスタンブールのコンスタンティノープル大宮殿跡の南に、宮殿の壁の残存欠が残る。伝統に則り、宮殿の至る箇所に設置された、死死像出土品移行宮殿の復元随績東、ローマ帝国時代のコンスタンティノープルの主要な、建物群から離れた海岸沿いに、 ブーコレオン宮殿が存在した。この宮殿の北には10世紀頃まで東ローマ帝国の宮殿として使用されたコンスタンティノープル大宮殿が存在し、その別宮殿としてこの宮殿は建てられたのであった。海岸沿いの城壁の一部としてテオフィロスが建設したもので13世紀頃までよく使われていた。十字軍遠征の時代のコンスタンティノープル陥落の後は ラテン帝国の皇帝らは、海岸沿いのこの宮殿を好み、古くなった大宮殿に代わり、宮殿として用いられた。さらに南の海岸側の門を出ると、そこにブーコレオンの港があった。オルミサという古い名称は、その宮殿が建設された地の初期の名前であった。ブーコレオンという名前は、現在埋め立てられている宮殿の前の小さな港の名称にちなんだと言われている。 ブーコレオン宮殿はおそらく5世紀のテオドシウス2世の治世中に建設されたと考えられている。皇帝は城を再建し、広げ城壁の上に大きなファサードを追加し、969年には回廊を建設した。ブーコレオン宮殿は11世紀までコムネノス王朝によるブラケルナエ宮殿のまでの広い時代、東ローマ皇帝の宮殿の中での主要な 宮殿であり続けるのであった。また、ブーコレオン宮殿は国家会議にも使用された。1161年、ラムのスルタン、キリジアルスラン2世、1171年にエルサレムの王、アマルリックと共に、1166年に皇帝マルエル一世コムネノスが教会評議会を開いたときに宗教的な集会所を務めた。 十字軍遠征の時代のコンスタンティノープル陥落の、後はラテン帝国の皇帝らは海岸沿いのこの宮殿を好み、古くなった大宮殿に代わり、宮殿として用いられた。第四回十字軍のコンスタンティノープルの陥落で、ブーコレオン宮殿はモンフェラート公のボニファティウスによって陥落した。ボニファティウスがコンスタンティノープルに迫った時、 ブコーレオン宮殿はすべての命を免れるべきであることを条件に降伏した。ブーコレオンでは皇后方であったフランス国王の妹と奇祭であったハンガリー国王の妹、そして他の人たちが発見され、その他の高貴な女性も数多く見つかった。その他のの文化品とともに、それらは戦利品となった。それらのの中には、 ボニファティウスが後に結婚したハンガリー王国のベラ3世の娘マーガレット皇后がいた。その後のラテン帝国のコンスタンティン支配期間の間、ブーコレオンは古くなったコンスタンティノープル・オーミヤデンに代わってラテン皇帝の住居として使われ続けた。しかし、ミカエル8世、パレオロゴスによってコンスタンティノープルの町を奪還した後、宮殿はコンスタンティノープル・オーミヤデンと共に 徐々に放棄され、ブラケルナへ宮殿の方が多く用いられた。1453年のコンスタンティノープル陥落の時にオスマン帝国の皇帝、メフメト2世が入ると、当時の有名な宮殿は廃墟ではあるものの、まだ残存していることが驚かれたという。宮殿への入り口で、スルタンは次の死を発言をしたと言われる。クモは、帝王の宮殿に巣を張り、フクロウは、 アフラシアブの塔でなく荒れ果てた部分。ブーコレオン宮殿は、二つの高い床の部分に支えられ、海のベモンドに基づいて、その上に建てられている。また、それは高い床による高い1階部分を可能にしている。西のファサードからは、海を見渡すことができる。これは、ライオンの彫刻が、門の脇地として飾られた、使える人々専用の門と、皇帝専用の大門の一階に位置している。 ブーコレオン宮殿の旧館の全体像は、その大部分が鉄道の建設中に破壊されたため、すべてを見渡すすることは不可能である。しかし、破壊された箇所の部分的な再建は、1934年のバンベリーの模写作品であるいくつかの古い作図に基づいてのみ可能である。そのため、鉄道線路建設中に破壊されずに今日まで残っている遺構は、 西部のファサードのみである。今日、宮殿跡から海岸沿いの城の西側ファザードのみが、鉄道と道路バイパスの間に位置しているため、見ることが可能であるが、その景観は建設当時とは異なり、現在は東ローマ時代から15メートル、海岸線が交代しているため、立地は異なっている。鉄道を建設中に、ローマンコンクリートで作られていない、 ブーコレオン宮殿の内部の東ローマ帝国時代の一部は高さ2メートルの底に渦もれた。皇帝専用の大門は部分的に残っているが、東ローマ帝国時代の遺構の一部は大きな堆積物のもとに隠れている。また、以前まで難保護のための対策を講じず、時が、なすがまま、イスタンブールの市街の中に放置し続けられていたため、 かなりの程度の荒廃が進んでいる一部のブーコレオン、宮殿の跡は、シルケシエの鉄道のための線路を作るために1873年に破壊された。遺跡は、海を見下ろすバルコニーが存在し、今日でも見える三つの大遺跡の囲まれた出入り口からアクセス可能であることを示唆している。イスタンブール第四文化遺産保護地域委員会が保護、及び保全措置が、財産所有者である。 イスタンブール広域自治体により実施されるべき状態であるとし、2018年イスタンブール市からこの宮殿は文化遺産保護委員会によって復元されると発表された。宮殿は博物館を持つ野外博物館になることが計画されている。ブーコレオン宮殿の礼拝堂は東ローマ皇帝のレガリアを収容し、宮殿の礼拝堂には聖人たちの聖遺物が、 奉納されており、宮殿礼拝堂への立ち入りは、皇族、その他の重臣のみに制限されていた。しかし、それにもかかわらず、宮廷礼拝堂は、正教会の巡礼の一部であった兆候が存在する。ありがとうございます。